なにわエクスプレス清水光です。本当にねありそうでなかった高校時代の同窓生によるトリオ、実現することになりました。高校時代のふるさとであります和歌山で、私とそして和歌山といえばこの人なにわエクスプレスのギタリスト岩見和彦、そして、もう一人、これは初代の力也が入る前のなにわエクスプレスのドラマーであった鎌田清、この3人で、猿年と鳥年還暦祝いに突入します。故郷に一回帰ろうではないかということで、2月にライブすることが決まりました。じゃあ東京組の2人、メッセージ入ってみたんで聞いてみたいと思います。毎度おきに毎度おきに、本日はなにわエクスプレス名付け親の鎌田清さんをお呼びしております。どうもご無沙汰しております。名付け親というか、そうですよ、パクったんですけどね、トム・スコット&LA エクスプレスというバンドがございましたが、LA エキスプレスに対抗してなにわエクスプレスでいいんじゃないのというまあ適当ですね。高校ですか？高校ですね、県立和歌山商業高校ですね。ここでまあ、文化祭出たり、文化祭で僕が初めてドラムを叩いて、それからドラムを叩き始めたので、鎌田は最初ベースやりたいって言ってたんです、ところがベースはいたんですよね、メンバーにね、もうじゃあドラムやってくれということでドラムになったというすごいエピソードですね。我流ですのでね、適当にやってますけど、まあ適当ですよ俺らみんな、プロになってから和歌山で僕が演奏したこととかはあります。あります、ね、うん、誰やりました？逸話真由美さんと、矢沢永吉さんと、矢沢永吉さん市民会館行きました、和歌山やったんだ、うわすげえ。で93年に長渕剛、拓郎さんも、拓郎さんは白浜行ったことありますね。避難文化会館ですね、きっとかな、大きいといえばそうですね、田辺ですね。なるほど。逸話真由美さんは県文、県文ね、県民文化会館、県民文化会館、A ちゃんは市民会館、ありますね、ありますね。長渕さんは県文、県文、あれでしょ、 A ちゃんに僕和歌山ラーメン、ごちそうさん、ごちそうした。で、どう言ってたの？うまいね、うまいね、うまいね、いいねこれ、うまいね、いいじゃないいいな。そんなことで久しぶりに、はい、楽しみですね。楽しみでございますが、楽しみ、はい、半分不安半分、何をさらさ、これね、仕掛けは清水君とメイお茶屋さんの番茶屋さんでございます、木村君の仕掛けなんで、あとは彼らに聞いてくださいいやほんま抜群の感じでしょ、こののんびり感、もうほんまね、カズボンっていうのはね、高校時代からもうほんまの感じ、当時はでもやっぱりね、彼がやっぱ圧倒的にこう、スーパースターでしたからね、非常にもうそうだな、高校生であんだけいろんなものを自由に弾ける人もいなかったわけで、もうだからほんまにもう当時のアマチュア、音楽界のリーダーですよ、カズボンが、当時の和歌山のビッグボスですね、懐かしい思い出、そういう雰囲気がすごいしてきました。ちょうど真ん中にね、ゆかりっていう喫茶店があったんで、よくそこ泊まってましたね、はい。でそこで泊まって、なんかレコードのこととか楽器のこととか必要だと見合い楽器にこう、たむろするというようなね、そんな毎日だったような気がしますね、はい。でもほんまにがっつり、そうだな、清とライブするなんてめっちゃ久しぶりだし、ましてやそれをトリオでやるっていうのは本当に初めての経験なので、はい、私も非常に楽しみにしてます。京阪神の皆さんみんな、集ってください。日曜日ですからバッチリです。2月7日オールドタイムお待ちしてます。